ずい。埋蔵金の手がかり持ってきて、こいつを置かないと。コグマか。待てよ、コグマがいるってことは。毒針を混ぜた速攻性の毒矢、ヒグマなら10分は動ける。ワイナ、逆立っていた体毛が寝ている。死んだ。死んだの？何やってんだ？毒矢の周りの肉を取る。高くなる。そうしないと強いから肉も毛もダメになる。腹綿全部食われて埋められてた。死んでるのか？コグマのいた木のそばの穴から鳥の母グマにやられたんだ。うん。冬ごもりの穴から出たばかりの。それは、子供を守るために人間を襲ったとしても、肉まで食わ、胃が縮んでるからすぐに食えない。ほら、胃は空っぽだ。朝になって明るくなれば、こちらにも部がある。火を絶やすな。暗くては戦えない。白樺の慈悲だ。下、お拾い。え、何を？白樺の皮は油が多くて長く燃えるから、松明に。日が出るまであと12時間か。しまった。もっとたくさん薪が。効くわけねえか。下に潜って腹にしがみつけ。掴んでる。急所に当たらなくても毒が入ればやられたか。暗くて何も見えないが。俺に当たる。あの人まだやられてない。一か八か。ぶっ刺してやるか。あぶん、待て。こっちだ。待て、八だ。生きてるか、シタ。生きてる。やれやれ、また生き残った。